それはまあ確かに言われたら分かるけど。分かってくれた。うん、分かった。でもほんまその単純にこう何を言ってらっしゃるんやろこの人はって感じでしか、その高木さんのやつはね、あ、そう、もう見れなかった。やっぱりあんなに整理整理言われて非常識だよね。普通、まあね、YouTube でとかさ、公の場で言わないじゃん。正直苦痛やった。みんな女同士で見てるのが言うよ、今日整理で具合悪いんだよねとか、イラつくんだよねとか、そういうものなのに、なんかちゃんと動画とかネットで言うことじゃないだろ。いや、ほんまに。そんな高木さんがね、今後何をやるかっていう資料がここに。 あら、超永久のここを読んであげてください。ここは会社の目的。あ、ほんまや、会社法人番号とかある。うわ、すごい。あ、やっぱ株式会社あのねなんですね。あ、やっぱその店の住所とかあるんですね。で、目的、ほう、1、うん、ウェブサイトおよびデジタルコンテンツ等の企画制作、動画配信、販売、保守および運営、あ、うん、デジタルコンテンツ、うん、2、楽曲の制作、編集および販売、4、3、各種音楽活動の企画、演出および実施、この辺だから音楽関係多いです、うん、音楽著作権の、うん、あ、6、芸能プロダクションの経営、うん、あ、言ってたもんね、なんか辞めたい子いつでもウェルカムみたいな。卒業したやつを受け入れるプロダクションを作ろうとしてるのかな。書籍、雑誌、印刷物の、はあ、出版の方も、広告代理業、営業代行、あ、アパレル製品、日用品雑貨出ましたよ、美容品およびアクセサリー等の販売、はあ、あ、インターネットでの通信販売業、あ、古物商、古物商取ってる。古物商取ったら何、あれ何、転売とかできるんだっけ。いや、古本屋とかできるんですよね。そうそうそう、まあ要はそういう服とか売れる。あ、服売れるんや、うん、古着屋ができるんや。あ、イベント、セミナー、講演会、各種教室等の企画、立案、運営、ほにゃほにゃ、イベントとかセミナーとか、飲食店の経営が、あ、出た。これは武道館の近くでやるのかな。そんな武道館周り、そんなジュースを歌をターゲットした飲食店だけでやっていけるもんな。九段下周辺、不動産の売買、賃貸借及び管理悩みに、アップフロントをちょっと真似したのかな。この辺は要はコンサルティング、どうちゃら関わる一切の業務、はい、ウェブデジタルコンテンツと音楽楽曲がどうちゃら、アパレル、アパレル、古物商で、あと不動産、不動産。あ、ほんまや、資本金の額300万って書いてますよ。ほんまや、木村さんの貯金ぐらいや。ほんまや、いや、あいつ100万もなかった。まともに働いてるのなかった。一番頭おかしいやつ。ほら、やってることはもうこれトランプと同じですよ、これ。え、そうなの。確かに、まあ、ほんまや、不動産を、まあ、飲食だどうちゃらこうちゃら、あいつもなんかビルとか建てるかもしれないな、そのうち。はあ、あのね、ビル、あ、ほら、取締役高木佐幸って書いてます。はあ、ほんまや、はあ、すんごい。ダメですよ、住所言っちゃう。おっと危ない、危ない、我々アホやから、何でも呼んじゃいそうになっちゃうから。危なかったな。そうなんや、今、え、カシワパルーザって言いかけたな。ほんまに言いそうになりました。危なかった。あんまり常識がないから、誰だって請求できる情報だから、まあ、まあまあね、別に実家のあれかなんかもしれないですけど、そう、へえ、じゃあこれあのねカフェとかできるかもしれませんね。確かに、うん、あるじゃないですか、なんか T シャツ横に売ってカフェやってるとことか。ああ、あるある、靴下売ったりとかな。あ、靴下売ってなんかガレット売りつけて写真集。あれもなんか芸能プロダクション、書籍の販売とかしてますからね。書籍の販売してる、古物商も持ってるし、あといらん CD をもう一回みんなに配ったりとか。そうそう、渡してるから。そこ借りるんじゃないですか、そういう場合。じゃあ歩いてみたことしたいってこと。そうじゃない、 YouTube もありますから、ね、歌歌ってやってるし、やってる。あれ、パクられてますね、マジだ。不動産もね、今勉強してるの。なんで。なんで。実はしとるんよ。ドキッとした。だから銭が
銭をより一層稼ごう。さすが1階と2階同じ間取りの家ですね。変な家。間取りってわけじゃない。変な家。それは建てたやつのあれな気がするが。あ、じゃあ高木はもう完全にもキャップを目指してる。そうだったんだね。そういうことなんか。はじめ。じゃあでもそう、それキャップを目指してるならやっぱ。あんまそんな整理整理とか言わない方がいいよ。ああ、それはそんなに言わないもん。だってキャップもキャップさっぱりしてるもん、ね、さっぱりして、そんなもうそんな整理整理ってあんだけ苦労、同じあれ多分20分ぐらい30分ぐらいの動画の中で何回も言ってたもん、ね、何回も言ってた。もうなんかわざと言いたがってる感じしたもん。 YouTube で整理のこと話したいんだったら、あのサッシーの動画参考にするといいですよ。へ、あの子なんかPR 動画なのかな。ソフィーとかからなんかついてさ、結構話してるんですよ。でもそう、みんなそういうのやっとるんですよ。ちゃんとした覚悟を持ってちゃんと伝えるためにやっとるのよ。全然気持ち悪い話し方じゃないの。ちゃんと気を人一倍気をつけて言ってるのよ。そう、やっぱね、みんなは絶対知っておいた方がいいから。そんな話は研究してたらやるべき。あんな浅はかに元アイドルみたいなこと言って言ったらあかん。あかんで。いや、あかん、ほんまに、ほんまにそれは思った。もうだからこれもうキャップがちょっと言ったらしかないんじゃないですか。はい、あ、ありがとうございます。僕だって見たい。はい、すみません。ありがとうございます。お気に。でも YouTube さ、あれ台本とかあんのかね、本当に。いや、ないやろ。ないでしょ。あんなもん。なんか普通はあるっていうね。あ、うま。なさげですよね。うん。なんか何にもない気がする。絶対一人ではやってないじゃん。うん。誰かしらまあ編集なり、外注なのかな。苦い、うん、美味しい。ネスカフェのゴールドブレンドぐらいうまいですね、うんうん、めちゃくちゃ。じゃあ高木のことはもういいのかな。高木最近もう怒る。もうでもこんだけ言ったから大概分かってくれたと思うし、うん、どうします、やめます、今週の高木最近。まあちょっと向こうの出方次第ですよね。でも今のところ全然出方は悪いじゃないの、うん、その全然こっちの期待するようなことをやってくれない、まあね、わけでしょ、うん、確かに。こっちはもう高木が思わないからやめてもええねんけど、うん、やめたらやめたでなんか向こうの思うつもでしょ。いや、そんな気なんか逃げたと思われたら嫌なんですよ俺。見てんの、うん、いや、あいつ絶対見てます。だから鬼語りしてるぐらい。鬼語りやもん。なんと鬼語りしてる。うん、うん、あんだけ言うたったのに全然分かってないですよね。分かってない、長さんから言うたったのに。でもさ、それならさ、普通に考えたらさ、そのダイヤモンドはやっぱ20万突破してなら、うん、やっぱ歌ちゃんとやろうってそうなんよするのが一番だっていう、なんていうの、成功法じゃない。普通そう、あ、これ受けてる、よっしゃ分かろうっていう普通そうなはずなんです。毅然とした差があるじゃん、うん、自分語り系は1万いってないのもある、うん、どうせいってないでしょ。あんなもんあれです。だから誰かそこで止めてる人間がいるってことですね、言うとかあいつが止めてんの。ユーリとまだ繋がってるから話しないっていう線。まあでもそれもようわからんし、結局だからもうずっと言われるから、うん、お前もはっきり言えやと思うんですよ。うんうん、そうね。何やってももうユーリより言われるで自分っていう。それが一番こうやって再生数伸びるじゃないですか。うん。100万とか。うん。正直分かりました。いや、まだついてます、ね。どっちでもええから言ってくれたらええのよ。こそ言っていいはず。なんかもしかしたらハロプロの話は契約書とかで話さないこととか書いてるのかなって感じはするんですけど。うん、だからあんな言い方なの。確かに。私前アイドルやってた時、うん、なんか昔アイドルやってた時っていうあのボケ。吐かされそうじゃん、そんな。そうね。やっぱ結局そこに帰ってる、ね、彼氏いるんですけどつって、うん、名前は電気、ああ、あいつなんやって、うん、分かってるように言うとか。うん、そういうのでいいのに、あいつは、うん、ほんで整理や整理や言うて、うん、やっぱユーリのことなんじゃない。 今気づいたけど、欲しくてあんな何回も言うんだよ多分。その整理っていうのにあれをユーリに置き換えて、そうそう、全部置き換えて聞いてくれたし、やっぱりそれなんじゃない。なんか本当そんな気がしてきた。じゃあユーリのせいでだるいわみたいなことを言ってるわけ。隠語として言えないから。だからちょっと悪口なんや、ユーリに対しての愚痴なんや。ちょっと最近優しくないぞっていう、うんうんうん、そんなメッセージが仕組まれてたとは。やり捨てされたのかわからないすごいすごい やり捨ててこれ世の中よくあることやけど、そんなにパッと言われるとうってなってしまうから。
いやでもね、絶対そっちを話した方が女子からの好感度もアップだと思う、うん、結構この生理でどうとか女子同士でも鬼門の一言なんですよ。女同士の会話をするならしたらいいんやけど、それでもないからまだね。そうやっぱり恋愛の話とかで、うんそう、こういう男腹立つよなとか。あ確かにそのちょっとまあテクニック的なこととかも話した方が、まあ、いいし、うん、それすればいいのにね。それしなさい、サイミンランドルじゃなかった。酔っ払ってんのか。今高木の話してます。急に何ですか。大丈夫。サユミもそうみたいか、やめて。ちょっとサユミランドルもそうみたいやないか、やめてくれ。サユキよ、サユキランドル、そんな何やったっけ、そういう話をしなさい。もうちょっと、なるほど、もうちょっとエロするんやったらちゃんと誠実にエロの話をしてくれた方が気持ちいいよ。やっぱね、さっぱり言ってくれたらいいのよ、うん、それは全然聞けるこっちも楽しいから、うん、一回やったから彼氏出されてもねみたいな、そう言ってるやん、なるほど、そういう話とか、うんうんうん、そうだよ。でもゲスト呼べ、ゲスト。確かに。もうあんな一人で喋っても無理。うん。うん、誰がいいですか。まあ床にあたり。ダメか。柳川出たらもうそれはもうすごいよ。でもそれはすごいよ。一気に100万来ますね。いや超える。それはまた話変わってくるもん。でもまあマジレスするとさ、その三上優愛ってめっちゃ人気あるじゃん。確かに。なんか仲いいんだったら出てもらえばいい。出しても出して、だってあれは多分ミカミはもうユーリ目当てで多分、ユーリと繋がりたいから。あいつドライフラワーの一発のくせにそんなも出てんの。あいつ。ミカミユーはハロータなんでしょ。あ、なんかそんな話。そうだそうだ。デカミとデカミちゃんと。デカミちゃんとね。対談。言い直した。呼び捨てたくせに。対談してる記事出てたけど。そうだそうだ。ああそうなんや。そうか、まあでもまあそうゲストの呼ぼうと思えばいろいろこうできるわけやから、うん、ねえ、デカミちゃんと、むしろ社長なんから動きやすいはずや、金田氏オファーしたらいいんだから。デカミちゃんってヤムの人間だから、ヤムの社長とかも言われるし。もうじゃあもう全部台無しやん。ヤムの社長なんか呼んだら、赤んもんに赤んもん足してどうすんねんって話や。地獄みたいな空間になるわ。チェキとかこうね販売する出た出た3000のチェキ。周りなんか有名な人だじゃなくてもいいから、周りのそういうちょっと話面白い友達とかでもいいから。もうこれと変わらない、話面白い人連れてきてんのこれと変わらないじゃない。いい、なんかやっぱ YouTube 結構最近 YouTube 研究してるから。あほんまか。不動産もやってるし、似てる動画って